どうもこんばんは、加瀬伊助です。今日はですね、2023年の4月27日ですね、夕方過ぎです。今日は今からスタジオがあるんでスタジオ行かなきゃいけないんですけど、どうしてもちょっとトップを取りたくて今日のうちもう一回やりたいと思ってやっております。なので、まあ1回になるかもしれないですけど、できれば2回ほどですね、こちらのトーナメントをやっていきたいなと思っております。現在、セカンドステージ2位になっております。相手はまあレベルの高い相手が集まってきておりますので、なかなか勝たせてくれないんですけどね。まあそれでもその中でトップを取っていきたいということでやってまいります。さあ、これは一泣きされましたからね、もう薬杯とかにこだわらずに、とにかく、白髪チューンはちょっと大事にしながら、白か、ここはもう白で決めていきましょうかね。これはいらないですね。あ、いいですね、ローピン入ったんで、ペン酸素、感知、そうですね。さあ、とりあえずこれは薬なしで曲がれるんで、一旦様子見です。で、そうですね、酸素は神手から全然出てくると思いますんで、まあ軽い、リーチいくかな。あー、もう出ましたか。はい、とりあえず吐くのみですね。まあ早上がりしようとして、まあ私が早上がりしたというそれだけです。はい、次です。さあ、なんちゃなんで、まあ一回上がりましたし、なんはまああんまり早く叩くのは嫌なんですけど、でももう泣かれましたからね、泣かれたんで、あ、そういうことか。早い場になりそうですね。リャンシャン点なんで、あ、いいそう。そうきたか。まあとりあえず一回ちょっと9ピン落とします。で、なんとかイーストが入れば、あ、そうきましたか。とりあえずちょっとテンパイ取りでリーチはかけずに、まあスーソも一回切って、まあトイメンが、まあ、あ、上がりましたか。まあチートイです。まあまあこれは普通にちりとりですから、まあなんということはないんですけど、安いんですけどね。ただ親なんで、はい、ここで、あ、いいですね、非常にいい感じに、なっております。これ8からいきます。ペイを泣いて、あ、早いな、泣きが多いな、泣きが多いようですから、まあどうでしょうね。とりあえずは、まあペイを泣いてドラが1枚あるんで、ドラをまあ大事にしながらという感じにしますかね。まあそれはそれで一つありかなと。ターピン、あ、イーストを先に落とすか。まあチートイはまだ遠いが、チートイもちょっと見えてきましたね。どうしようかな。まあ、あっという間にシャンテンチ、あ、これはちょっとまあ、チリトイには受けずに行きましょうか。とりあえず、スーソーとします。スーソーとして、で、チリトイに寄っていけば、それはそれでありかなという感じで。ってなるとやっぱパストも落としていくかっていう話になってしまいますよね。そうなりますよね。パスを落とします。これはちょっと本一に寄せていきましょう。本一チートイ。本一チートイです。贅沢にそいつを落としまくっての本一チートイでいきましょう。泣きはなしですね。ああ、そうきたか。じゃあどうしようかな。泣きも視野に入れるか。こうなってくると、ペー泣けるし、何も泣けるんで、はいはい、これ泣きます。これを泣いて、とりあえずこんな感じで、でウーピンが入っていけば手を落としても、まあ何か何本しようかなってなってくると、ウーピンで受けます。これでウーピン受け、
まあ、想像はないな。もう誰も待ってないですね、想像は。もうあとはもう掴んだもん勝ちです。まあ、ウピは出ないかな。あ、そう来た。行こう。出ました、ウーピン。よし、これで本一ドラドラ、はい、おやまんです。はい、ちょっと勝負させてもらいまして、運よくっていうところですね。まあ一応この曲、このハンチャンは私しか上がっていない状態になっておりまして、初、これはちょっとまあ大きい上がり欲しいんで、まあピンズを諦めようかと思ったんですけど、2ピン来たんで、ここは無理にあの本一に寄せていく必要はないかなと思ったんですけど、チーソー入ったんで、このチーソーでかいんですよ、非常に。なので薬杯をどう見切っていくかという感じで動いていきます。これも薬杯掴んだもん勝ちですね。あ、そうきた。であればここはもう泣きを視野に入れて、急走は泣いてもいいかなと思います。急走泣いて、で、リャンゾか。リャンゾが欲しいところなんで、シャアはションパイですけど、シャア先行くか。シャアを先に行きましょう。チーソ。まあ、ハツは出てこないでしょうから、リャウパスタ入れてのロー級、急走ないんでロー急走、リャンゾが入るのがベストですね。行きましょう。これ行ってリャンゾです。さあ、もうあんまり、あーっと積もってきた。これはでかい、これはでかいぞ。また本日ドラドラ、はい、おやまんですね。まあ、こういうラッキーが続くこともありますよと。さあ、このハンちゃんは私しか上がっていないという非常に珍しいパターンになっておりますが、1、2、3、4、5、6、7種から真ん中に寄せていきますか。とりあえず割と寄っていきそうなんで、薬杯をどんどん落としていきます。何は別にいらないんですが、まあでも手ができてきてるんで、はい、ちょっとリャンピンはいかないですね。もうちょっと手が伸びるのを待ちます。そしてまあ数ピン積もってきたら両面ですね。数ピン積もって両面です。てか数ピン2枚出てるんで、まあもしくはリーチが入ったらっていうところですかね。あ、そっち来た。じゃあ3ピン落とします。3ピン落として、そういうわけではないんですけどね、実は間違えたと言った方が正しいかも。やっぱりイーソツ持ってきたら、いや微妙か。これは非常に微妙な選択をしてしまいましたね。今思いっきり微妙な選択をしてしまったんで、まあ、ローピン、ローピンなら9ピン落とします。ああ、そうきたか。サブローピン、あ、ロー、まあ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 、ロー9ピンって思ったんですけどね、ちょっと今のはちょっと本当にいまいちでしたね。しくったな、ちょっといまいちな打ち方をしてしまった。さあ、1、2、3、4、5、6、7、8種ですね。8種からの、まあでもここはなんとかもうちょっと点数取りたいんで、ちょっとうちに頑張って寄せていきます。頑張って寄せていきましょう。まあ、よくそのハイパイ折りっていう考え方もあるんですけどね、まあでもハイパイ折りしてるのじゃ面白くないんで、ちょっとまあ寄せてはいきますし、早上がりを狙ってはいくんですけど、まあ3層です。あ、チースピンが入って酸素入れてっていう感じか。頭が欲しいとこですね。あ、ローピン来たか。しまったな。それであれば、ただこれっていうのは割ともう結構手ができてる可能性がありますからね、両方とも、2人とも。
はいはい、どうした、親か、まずいな、本一上がられたらちょっと、あ、アネマンか、まずいな、逆転。さっきの振り込みが本当に余計でしたね。さあ、これは本一いけそうなんですが、リャンピンがちょっと光ってるんで、どうしようかな、これちょっとチート位置もあるので、ちょっとリャンピンを一生懸命残しつつ本一を狙っていきましょうか。ローピン、ローピンはしかも神ちゃんもローピンを打ってますからね。しかも、トイメンも手が早そうです。ということでローピン落とします。ちょっとまあ E ピンとリャンピンペン3ピンを拾ってきたら考えてもいいんですけど、いや、もういいですね。ここはもう、いいシャンペンですからね。はいはい。これはちょっとめくり合いに名乗りを上げましょう。チュンが出れば泣きます。リーチはいかないですね。はい。出ました。はい。チュン本一ですね。マンガン。これはいいお返しになりました。さあこれでいて逆転か。さああと何2曲なんで、ちょぼちょぼっと上がってと思ったんですけど、結構いいハイパイ。これはまあ急走もうまく使っていきたいとこですが、急走かファストを引けばいいんですけどね。ファストを引きで、で逆にペンチーピンは早めに諦めて、あ、でもまあウーピン来たんで、ここはペンチーピンを探しつつ、ペンチーピン、ペン3ピンで、カンパスト、カンスッソ、この辺りでまずはペンチーピンから諦めていきます。リャンソが入ったか。はいはい、これはペン3ピン、わあ、ペン3ピン積もってのイースーソですからね。これもうリーチでしょ。リーピンドライチ、リーズモピンドライチのマンガン手ですね。まあこれはもう非常にいい打ち方ができたから上がれるでしょう。そろそろリーチが入るかな。はい、これが当たりです。いやー、そんな気がしたんですよね。メンピンドライチ、裏が1枚でマンガンですね。はい、裏はありません。さあ、オーラスです。さて、ちょっとスタジオ行かなきゃいけないんで、急いで行けばもう1回ぐらいできそうかな。はい、ここはですね、もうチュンを泣いて、チュンを泣いてトーンか、まあいいや、トーンは落とすとして、まあチューンは泣いて、とにかくもうチューンを泣くことが全てですね、これは。はい、これを泣くことが全てです。もう最後まで手を緩めずに、あ、テンパイ来ましたか。通走です。どうしようかな。これは振り替えましょう。まあ、これで行くところの、まあ、パワーストーでもチーソーでもないて、サブローピンで仕留める感じですか。まあ、もしくはサブローピン引いて、ローキューソー、チーソーパワーストーの4面ちゃんですかね。あ、テンパイしましたね。はい、ローキューソー、チーソーパワーストー、数面ちゃんです。はい、詰まりました。マンガン素晴らしい。いやー、これはちょっと町杯道場をやってた甲斐がありましたね。この4面ちゃんすぐ分かったんで、いやー素晴らしい。はい、次です。あ、次じゃない、もう終わりか、これで。はい、いやー、トップ取りましたよ。まあまあなデカトップ取ったんで、これはいいですね。はい、これで経験値も稼ぎましたし、とりあえず900点いきました。1位の方はもう1000点いってるんで、もう一回トップ取らないと追い越せないですね。はいはい、宝箱もすごいゲットしてますし、ちょっと急がないとちょっとスタジオ間に合わないんで、
急いでもう一回やりたいと思います。もうやりだしたらもうちょっとやめれなくなってしまうんですね。まあとりあえず今さっきのトップは結構割と自分の実力を出せて取れたかなという、まあそういう印象がありますね。ちょっとしょぼい打ち方もしましたけど、まあでも実力でまあトップになれたというそんな感じがしております。さあとりあえず、まあ、運があってもなくてもですね、勝てるときは勝てるし、負けるときは負けると。あら、これは堂島大吾かな、あの人。はいはい、次です。とりあえず、シャーチャから。シャーチャなんですけど、シャーを一泣きするようなことはしたくないですね。とりあえずは、ハチとナンを先に捨てようと思ったら、もう来ましたね。これってのは割とスワンコもちょっと見ていいんじゃないかなという気がするんで、ちょっと頑張って寄せていきますか。あ、そうきた。これはちょっとスワンコを狙っていくかと思ったんですけど、まあわざわざスワンコにしなくても、サブローピンがついたとして、まあそうですね、なんとシャアでリーチっていうのはありかなと。で、なんとシャアが、ああ、先に行かれましたね、ドラを。まあ、ハクは安牌なんですが、キューピンはちょっとなんか臭いんですけど、行きましょう。さあ、どうかな、リーチ行くか。通走勝負していきます。やっぱそっか、残念。まあしょうがないですね。いい手ができたんですけどね。残念。はい、あ、これはめちゃくちゃいいでしょこれこんないいハイパイは、なんか面白いハイパイはなかなか見れないですからね。いや、一泣きはしないですね。一泣きはせず。で、二泣きします。まあ普通になんか二泣き持ってこれそうなんで。まあとりあえず初チューン出ましたんで、何はいらないですね。はい。まあ一応本一です。で、1万がいっぱい来てますね。さあどうか。自敗。キーピンは、あ、はあ、早いな。イーペーコドライチ、これはまあそうですね、トップ目ですからね。まあしょうがないかな。はい、まあここは薬杯から落としていって早上がりを阻止する感じでいいと思います。しかしまあダマ点で安手でどんどん上がっていくっていうのを考えるのが、まあ、強い人の打ち方ではあるんでしょうけどね。まあいいです。あーそう、カンパーピンか。あ、急速行かれましたね。はいはい。であれば、ここはちょっと鎮逸も含みで、あ、でも急速ないんで、無理に鎮逸は行かない方がいいか。スーピンもあんこになりましたしね。ってなってくると、これ何待ちか、これは。リャンゾーが入ったとして、スタート急速ですからね。リャンゾーもポンか。きついな。これランゾがもうないんで、ほぼ先にイースを落とすか。あー、イースは統一。なんだこれ、リーチできるのかこれでリーチはしないですけど、とりあえず白落とします。最悪のフリテンリーチになる。1枚しかないフリテンの白をリーチする人はなかなかいないと思うんですけど。はいはい、これはもうチーピン落とせないんで、あ、3層、あ、9ピン、イースーチーピン、あ、サブローキューピンか。
サブローキューピン、リャウンパーピンか。はいはい、ハネマンですね。いやー、うまい打ち方です。うん、まずい。ちょっとこれはまずいな。いや、まずいといっても、まあ結構ハイパイはいいので、そうですね、ちょっと頑張って内に寄せていきたいと思ったら初積もったんで、ここはちょっと頑張って、あー、でももうウーソが入ったんで、これはもうリーチかけて上がりましょう、おとなしく。なるほど、これでピンズが入ればもう寄せていくんですけど、まあ自敗だとね、ピンズが入れば寄せます。あ、スーソが打たれまくってるんで、これはもうスーチーソにあんまりかけてもなという感じですか。あ、でもウーソが入ってチーピンいまいちなんですよね、これだと。いまいちだけど、これ読みも読まれやすいし、まあダマ点でしょうねこれは。シャアは大丈夫でしょう。あー、ロンかー。いや、親か。今のはちょっとな、止まらないですよね、転廃してるし。はあ、これはちょっと厳しいな、今のはちょっと。まあ打ち方がまずいっていうことはないと思うんですけど、今のような感じで点が取られてるようでは厳しいなというところです。ところが、まあ厳しいからといってやることは変わらないんですけどね。とりあえずちょっとでも点数を取って最後か上がる終わるっていうことが大事なんで、まあ三茶であれば三茶なりに、意地を見せて終わるという感じですね。さあ、これでもまあ割と手が揃ってきてるんですが、パーピン、スーピン、リャンピン、カンサンソン、カンパッソにウーパーソか。9万はまあ、チーピン来た。であれば、これ、ちょっとまあ、チートイツはまだ遠いか。あ、パーピン入りましたんで、ちょっと孤立の3ピン落として、で、ウーソ、まあ、酸素ですね。酸素が入ると、ハタション敗、ション敗ですが、まあ、ちょっとここは現物打ちましょう。現物打ったとして、ああ、そうきた。いやー、厳しいな。まあ、トーンはないでしょうけど。ああ。はいはい、はい、そういうことね。まあまあ、これはいい上がりでした。非常にいい上がりです。はい。さて、ここからまだまだナンバーにも入ってないんで、ここからが勝負ですからね。さあ、これはあんまり上がれるような手ではないな。チートイにしてもという感じなんで、まあでもまあチートイかな、これは。行くとすれば、ちょっと遠いんですけど、チートイっぽく見ながら手を進めていきます。白はいらないですね。で、まあ、ハツを持ってこれればと思ったんですけど、ハツは1枚切れましたんで、ここはもうチートイですか。チートイ行きましょう。チートイ行こうと思ったんですけど、まあ、まだまだちょっと希望を持ちつつ、ウーソが入ったか。であればもう横に伸ばしょう。これでシャーもう9安ないんで、やばいな。Q1 がないんで、これはちょっときついな。Q1 がない。けど Q1 を回ってるような暇もなさそうなんですけどね。酸素。まあ、とりあえずローソで切り替えます。ローソク来た。さあ、ローピンが大体出せるのかな、これは。ローピン厳しいなあ。ローピン積もってきたんだ。もうこれシャア落とします。
でシャワー落として3ピン来たとしても9番もないし、数ピンあ、リーチ来た。ここはもう降りるだけですね。もう何もできない。これはもう積もったということは親かぶりでもうほんとないぞ。これは一足相撲ドラドラ、あ、バイマン、はい、終わりました。ちょっとこれは目も当てられない最悪な試合になってしまいましたが、はい、今からスタジオに行かなきゃいけないんで終わります。ご視聴どうもありがとうございました。